ちは。よいしょ。この前のさ、アイスのやつさ、券もらって昨日買ってきて、帰りに冷凍庫入れといたから今から食べます。イヤホンがすごい、ここにある、めっちゃ絡まってるんだけど、なんで、ちょっと待って、なんかイヤホンがめっちゃ絡まってる、以上。前のさ、ショールームのアイスに達成したやつのアイス交換してきた、もらってきたから一個だけ、昨日買って、昨日も食べた、昨日は夏という食べた、今日は残しておいた方、色取りさ、色取りポッピングシャワー、これ、あ、そう、サティワン言ってなかったで、夏と言ってた色がさ、ピングシャワーいただきます。あ、配信の時間じゃなかった、今日ね、めっちゃ短い、あんまできない、今日は何分で寝たかな、20分ぐらいしかできなかった、25分になったら気分ます、今日まできない、しょ、めっちゃ美味しい、久しぶりに食べた、ピングシャワーありがとうみんな前にショールームであのなんか達成してもらったやつ、これおいしい夜ご飯が、これとあとでパン食べる、はい、しまったらパン食べてもう行かなきゃだから、おいしい久しぶりに食べたポッピングシャワー、パチパチ言ってる、おいしい、ホットキャンディー食べてない、昨日夏という食べた、今度食べる、よいしょ、もし何個かないよ、これだけおいしい、バニラじゃない、これトッピングシャワー、色がめっちゃ飛ぶんだけど、こぼれそう、色がねうん、映った、トッピングシャワー、
緑、なんか薄緑と白みたいな。ポッピングシャワーってミント味？めっちゃパチパチ言ってるミント味らしいんだけど、あんまわかんない、若干しかしない。メロンじゃないよこれ。ピングシャワー31で一番人気のやつ。いや、コーンいつも頼むんだけど、これは昨日買ってきたからコーンのままさ、あ、でも入れる、あ、あるか、なんかケースみたいな、それにしなかったからさ、普通に持ち帰りってだからカップにした。なんか期間限定の味もいそうだった。ハロウィンの頼んでないけど、ハロウィンのやつが何種類かあって、3か4種類ぐらい出てて、ハロウィン限定の味が美味しそうだった。美味しい。聞こえる？パチパチ言ってる。聞こえないか。おいしい。スランバルのコーブのやつ食べたこと、あ、なんかあったけど表現しなかった。ピングシャワーと夏という、トリプル、トリプルはないな、やったこと。食べるの難しそう。難しそうじゃない、落ちてきそう。あ、これお昼ご飯じゃないよ、後で食べる配信終わったら。お昼ご飯の前のアイス。後半じゃない、いや後半なんだけど、これさっき買ってきたやつじゃなくて昨日買ったやつだからさ、だからカップにした。冷凍庫入れてたさ。美味しい。
めっちゃパチパチ言ってる。パチオのアイスケーキ買ったことあるよ。で、誕生日ケーキそれだった。数年前、数年、中学生ぐらいまで。うん、私誕生日冬だから11月だから寒くってやめました。みんなね、何年私が誕生日ケーキ頼んでたぐらいまではみんなの誕生日アイスケーキだった。みんなそれがいいっつって。でも私と妹、高校生の妹は今はもう違うアイスケーキじゃない。中学生の妹と弟はまだアイスケーキです。寒いの苦手なんだ。いや、冬にアイスケーキってめっちゃ寒くない？めっちゃ寒くない？だから普通のケーキも。で、みんなポッピングシャワーが好きだから、ポッピングシャワーが入ってるアイスケーキを選ぶね。妹と弟だけまだアイスケーキだけど、私と高校生の妹はもう普通のケーキ。アイスケーキ何個か種類あるよ。サーティワン、いろいろある。それ、あ、そうそうそう、いろいろ。私の中学生の妹の誕生日ケーキはミニオンだったはず。ミニオンのアイスケーキ2、3回ぐらい食べたことある。その誕生日で、誰かの誕生日で。家族の。ミニオンね、確かポッピングシャワーが入ってるのよ。だからそれ基準だからね、ポッピングシャワーが入ってるので選ぶから。それ基準、ポッピングシャワーが入ってるやつ、入ってないのもあるから選ぶないからね、中のもの。なった。ごちそうさまでした。ちょっとリップ出しとく。
そうそう、ちょうどケーキ買ってあげる側、誕生日に。いやでもそんな誕生日にケーキいらなくない？2個もいる？2個も邪魔でしょ、冷蔵庫入んないって言われちゃうから。いらないよそんな。冷蔵庫入んないよって言われちゃう。アイスケーキでさえさ、冷凍庫、うちの家の冷凍庫常にパンパンだから、いろいろ入ってるから、アイスだったりなんか冷凍食品だったりとかめっちゃ入ってるから、常にね場所がないから。アイスケーキもそうみんなで食べて、6人で食べてさ、で1カット1か2こう1カットか2カットぐらい余るんだけど、もうそれがギリ冷凍庫入るの。そうアイスケーキだから冷凍庫じゃん、冷蔵庫はダメじゃん、溶けちゃうから。そう冷凍庫が冷蔵庫もだけど、冷凍庫常に場所がないからしょうがない。冷蔵庫もできる。ドライアイスだけだと無理。ドライアイスだけだとさ、時間がさそんな無理じゃん。ちょっとしかね無理じゃない。冷凍庫入れないと。持ち帰りの時とかつけてくれるけど、停電したらやばい。いやもうそれはもう全部でしょアイスに限らず、停電したらやばいのは全部の食品だよそんなこと言ったら全部やばいよ。アイスケーキ食べたいところはどうやって？アイスケーキは誕生日の時に買うから、その誕生日の人がまずどこ食べたいか選んで、もうあとはなんか順番、ここがいいみたいなさ順番に。まず誕生日の人がいる。アイスチケット、そうチケットのやつで結構買ってきた、帰りに。久しぶりに食べたサーティワンポッピングシャワーめっちゃ美味しかったありがとうみんな、アイスのチケット。この前達成したやつ、海鮮とかのやつはまだもらってない。でももうちょっとしたらかな。これアイスのやつもいつだっけ、達成したの。これいつのやつだっけいつだったっけな、覚えてないけど、最近もらった、もう分かんない。そうだよね、覚えてないよね、私も覚えてないもんだいぶ前かなどのぐらいだったっけ、覚えてないな。でもまだ券残ってるから、また今度行く。サティワン追加
コットンキャンディ、でもあれも美味しそうだった、あのハロウィンのやつ、いつ行くか分かんないけど、そのハロウィンのサイズ売ってる時期に行くか分かんないけど、それも美味しそうだった、ハロウィン限定のフレーバー。それ終わったらまた新しいのが出るか。メール書いてないよ、まだ一緒伸びてる、もうちょっとしたら帰る。あ、25分ありがとう、早い。いい色、色かわいいよね、色。なんか元は違う色のやつだったんだけど、見本色変えてこれにした。ちょっと水色でもなんか水色なんていう、パステルカラーの水色みたいな。かわいいこの色。じゃあランキング読もうかな。13位から読みます。13位ライチさん、ありがとうございます。12位プチーニさん、ありがとうございます。11位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。10位マンボロイさん、ありがとうございます。9位モンゴリアンプッチョさん、ありがとうございます。8位正宗さん、ありがとうございます。7位レッドブル KTM オメガ8さん、ありがとうございます。6位ユージアットマーク、今日方も愛してるさん、ありがとうございます。だ次5位としのりさん、ありがとうございます。4位フロマンさん、ありがとうございます。3位にゃんほそさん、ありがとうございます。だ2位グランツアットマーク、今日方もさん、ありがとうございます。そして1位がラボーナさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。あ、押してない、押した、ありがとうございました。ちょっと今日短かったんですけど、明日の配信はね、ちょっと明日めっちゃ朝早くじゃないとできないかも。朝結構早くにあるかも、ちょっと何時かまだ分かんない、6時とか7時でもいけるかな。ちょっと何時に出なきゃいけないかが分かんないんだよな。じゃあ早い時間じゃないと無理かも。した私明日公園でしょ、ピ公園、お昼だけど夜レッスンとかがあるからできそうにないんだよね夜。だから朝かな、公園の行く前にする。朝5時はね、しなくても多分大丈夫。6時、7時台でもいけるかな。いやー6時台かな多分。ちょっとまた明日ちょっとリバースのやつで言います。朝するしかなさそう、時間が多分6時台ぐらいですかね。ちょっと今日短かったんですけど、この後行かなきゃ。ありがとうございました。また明日、めっちゃ朝早い。朝早くにします、明日配信。合間にドボン今日、あ、するあれするとかなんないね、明日も。ドボンはね、あの合間にできるか、配信は無理かもだけど。じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあありがとうございました、またね、バイバイ、ありがとう、また明日、バイバイ、またね。